はい、さあ皆さんお元気ですか？ガキです。クライオブフィア続きやっていこうと思います。わかりました。この、番号の書き方。543214。前、キーボード押したんだけど、押してないところ多分一つあった。Z 押してなかったのかな。 Z 押したらこれが出るようだった。くそ。いや、543、214だったっけ。こっちか。あれ、かけるボタンは、これ、あ、これいいのか。よし。全く何言ってるか分からなかった。よし、これ先に進める。まだ外？なんか雨の音が遠くなった。これと10かな。あ、そっか、リロードできないんだよね、この時。3発。まあ、大丈夫でしょう。よし。上が気になるな。行き止まり。おい、醤油ビビった。自分のステップにまたビビった。 こっち向き止まりか。帰ったら何かあるってことないよね。何もないっていうのがちょっと気になるけど、まあいいや、帰ろうか。いや、こっちから来たんだ。こっちか。あ、はいはいはい、待て。何？何もチェンソー的な音で、これだ。いいよね。あ、こっち？いや、こっちか、さっき来たから、こっちか。壊れたのかと思った。怖っ。下か。あの音が気になるけど。はいはいはい、待て。何？うわぁ、これどうしよっかな。10だけにしたいけど、もうここからいいんだよな。怖ぁ。こっち帰ってみるか。いないか。何も落ちてないかな。何も落ちてねえ。行き止まりか。こっちはいるか。いるいる。いない。よし、いない。何もないし。こっち行き止まり。は？
待て待て、どっから、どっから、どっから。もうビビらせるだけ、これもしかして。下か。上がり、ちょっと上がり。こっちの下はちょっと明るいかな。10だけにするか。あ、これか。降りて。あ、暗いかな。いや、わかんない。お、セーブ。なんか、ついてきゃ足りてる音なのか、歩いてる音なのか。よし、一応とりあえず見えやするか。1で、1がこれか、トンファー。よし、あ、待て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 、1111、たおた縛られてる。リロードして、よし、どうまで行くか。なんかそんな強くもなかったような気がしたけど、はっ、やばい。2、3、4、4発、結構食らうな。あれ、当たってない。2、3、4、あ、なんか、鎖が取れよった。鎖なのか分からんけど。降りる。もういる、もういる。3、4。まだいる。やばいやばい。これは、ちょっと近づいたらやばい。後ろに来てる。ちょっと体力がやばかった。回復回復。よし、5個もある。よし、ちょっと明かり、こっちか、来た、こっち、こっちだよ。あれ、歩けない。歩けた。しゃがんで。か。これは？ん？なんか、撃つってか、ドンファー的な？あ、怒れた。よいしょ。無線か？ワイ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 って。いるよ。手術台？なんでこんなとこに？なんか動いてるこれ。何これ、怖いな。このな長いのが怖い。どっち行くべきか。ちょっとまっすぐ行ってみよう。行き止まりか。はい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 。よし、危ね、リロード。ふぅ、ドンファに切り替えて。はっ、どこどこ、こっち。あ、当たってない。3、4、当たってない、当たってない。ちょっと見えない。あ、じゃじゃじゃ、ダブル、これでいくか。どこだ、ちょっと行ってみよう。はい、3、4。よし、頭じゃ当たってない。やったね。
なんだ、ちょっとマウス早く動かし続けて、どっから来たのか。こっちは繋がってるんだよね、多分。うん。オッケー。で、ここか。よし。なんかセーブとかないのかな。な、下げだな。おい、もうすぐ、はしご。お、外だ。どこだ、ここ。落ちてないかな。こんな狭いところに落ちてる可能性があるからね。音がする。あ、おるか。下に行ける。なんかないかな。ヘルメット。取れないのかこれ。あれ？なんか、あ、来た。何もなさそうだな。セメントかこれ。うん、いけなさそうだな、他に。落ち行くか、じゃあ。と、降りる。途中で消えてるんだ。下に来たけど、水たまりか。あ、セーブポイント。あ、マガジンも。あー、こうやってから。OK、他にはないか。セーブ。よし、行くか。なんか、ここに火がついてるところ誰かいたってことだよね。誰かいるのか。さっきのドクターってやつか。いるし。さあ、来い。はい。はい。あ、当たった、当たった。おいし。ざまあねえぜ。他にはいない？ OK。 なんか落ちてないかな。こっちにドアがあって、こっちに通路がいる。はい。はい。弱い。イージーはなんか弱すぎるな。次のノーマルっぽいやつは強すぎるんだよな。何かしてほしいな。開かない。キー。鍵が必要ってことか。こっちは、こっちはいけない。落ち行けた。なんかの休憩室か。ボールペン。あ、マガジン。マガジンが2個。今何だっけ ?3? あ、7か。なんで3って言ったんだろう。10までじゃない、マガジン持ってるやつは。こっちはいけない。こっちはいける。回復があるけど。これはメモ。なんか説明が書いてあるな。ステップ。インジーツ。またわからん。なんか。あれか、あっちに鍵があるな。でか、なんかロープがついてる。
これは何やこれ。なんか逆なってな。なんか、オイルかなんかかな。多分。火つけられないよね。叩いて、火花で。やるのかな。違うか。これなんか、銃、あ、銃か。銃で撃って、多分あれのロープが火ついて、ついてどうするの？燃えてどうする？ まあ、とりあえず、銃撃ってるか。かけない。かけないか。やっぱライターかなんか見つけるのかな？違う違う。これが英語だからもうわかんない。何をするのか。ということはこっちが来るんだよね。で、多分こっちの鍵を取ってあっちかな。で、開けると。こっちだっけ？わかんない。これは番号？番号か。こっちは番号で開けられる。じゃあ、こっちは？こっちは多分開かないやつだよね。てかもうないな。こっちになんかある？つけるやつが。ないよね。こっちがいけないから。もうちょっと近づいて。本距離で撃つとか。違うか。どうしたものか。あ、ナイフの。ナイフの。後つくけど、火がつかない。何錠なの、この数。防弾か。なんか書いてあるんだけど、飲めないからな。コードイズ279。銃で撃ってやるけど、火花が出ない。トンファで撃っても見ない。携帯はまあ見ないでしょう。なんかどっか落ちてるのかな。なんか番号わかんないからな。何桁？ 4。 こっちになってヒントは3だったよね、確か。この279。 279。多分あと1個が分かんないって言ってるのかな。279、7、9、1、2、7、9、2、2、7、9、3、2794、2795、2796、2797、2798、2799。
解除したー。最後の最後で。まあ、いるんかい。いるんかい。死んどけ。やっぱトンファーの方が強いな。まさか開くと思わなかったな。もう8まで行ったからもう、9はないんだろうかと思ったけど、案外、いけたもんだな。はぁ、こんなところで。弱っ。いるし。あ、待て待て待て。まだまだ。オッケー。あっちは？じゃあ右に行け。あれ、勝手に動いてる。びっくりした。あ、行ける。あっちが気になるな。外風があるかもしれないから。ちょっと行ってみよう。なんかある。え？これショットガンの弾じゃない？ぽいよね。弾はこっちにないからな。ショットガンないのに。弾だけ。あれ。よし。あ、弾こっち反対側に出る感じ？ちょっと動きが。いる？もしかしてまた。いるね。これないだろう。これないだろう。なんか来ちゃったね。あとはいない。バコーンって出てきそうだな。いるし。そう、ちょっと当たっちゃった。こんなとこ隠れてやがった。これあれだな。これ頭がない。ショットガンで頭を打ち抜いてる。気持ち悪い。下だけ登ってる。これクレアブルヒア起動した時になんかこっちの画面が映るんだよね。この辺り、バイオで通過するぐらいに始まったらなんか注意書きと一緒にこの画面が出てくるところだったらさね、そんな感じ。わかりにくい。ちょっとかけた。これは何？オイル？オイルだ。多分。めっちゃ光ってる。ショットガンは。これ、もうこれ以上増えないのかな、じゃあ。もういっぱいいっぱいだけど。まあいいや。これとショットガン無理だよね。さすがに。両手持ちだから。銃やっとくか。ああ、荷物がいっぱいってこと？なんかリュックとかある？トンファは置いて、嘘、そんなトンファなくなるの？ドロップって捨てるって本当に捨てるってこと？そんなのに置くと思ったけど俺。マジか、くそ。まあ、いや銃よりマシだけど。ナイフ捨てればよかったな。ナイフ捨てればいいでしょ。怖いな。今いや、捨てる。あ、あれ？ある。トンファは、一応途中で拾ったものだから、ってこと？まあ、何でも近寄るんだ。ショットガン取ったから、ショットガンだけ、ショットガンだけ取っても意味ないんだよな。あ、ショットガンで火をつけると
そういうこと。いや、違うな。これももらったから。どこ置いてあるのかな。ライターか、以上。まあ、いや、一応戻るか。戻って、戻って、使えるかどうか試して。うん、いけない。そうやって回れるためだったら、アウトだな。よいしょ。あれ、こんなところだったっけ。うそでしょ。よし、いるし。うわ、また、いすぎでしょ。いすぎでしょ、これ。あー、やばい。いすぎ。4体だけ?4体だけっていうか、なんかさっきたくさんいたような気がしたけど、気のせいか。どっから出てきたっけ?こっちか。で、こっち行って、つくかどうかだねー。これいる。お、やった。これが燃えて、あれがと切れた。開くのか、あれで。紐で縛ってたってこと?おう、いけた。一つ開いてるから取れる。鍵ゲッツ。よし。んで、こっちか。鍵。オッケー。セーブはない。あったあった。よし、今回ここまでしとこうかな。うん。トンファーを失ったのは、トンファーを失っちゃった。まあいいや、この2つがあるから大丈夫でしょう。本日もご視聴ありがとうございました。また見てください。じゃあ、